株式会社エールの岡島玲奈です。一番爽やかな日、はい、とハードシングスだらけでですね、企業でこっちの爽やかな日っていうのが企業で多分した中で一番こうすっきりとした日というか、自分たちの人工衛星1号機が、打ち上げられた日の空です。うんうん、でこう本当に雲一つない空に、ロケットで打ち上げられて、そのロケット の, 煙が残ってるっていうその状況です。はいはいはい、世界に希望があったっていうですね。じゃあハドシンクだらけの方はで人工衛星を飛ばしたんですけれども、流れ星がまだ作れてないっていうところで、でも本当ハードシングスに直面していて、今も直面しているんですけれども、それでハードシングスだらけっていう、あこれでうわーってなってるんですけれども、まあまだ希望はあるなっていう絵です。これ見どころで言うと、なんていうんですかね、これ絵の具をピョンピョンってこうピャってなんかこうペイントナイフでペイントのやつで飛ばしたんですけれども、なんかその計算してない感じのなんかこの点々のつき方っていうのを楽しんでいただけたら